アメリカのネクタイはこっち寄りですよ ね、 そうですね。でイギリスはこっち寄り、でもイタリアももちろんこっち寄りっていうことですね。ここ気をつけてますかね。これ慣れしかないんですよね。練習あるのみ。いつもグジネットワークご覧いただきまして本当にありがとうございます。一応弊社代表させていただいております神野と申します。今日はよろしくお願いします。っていうか苦手の一人会じゃないですか。これなんでなんですか。この会求められてる方多い。これ一人会、このネクタイ会でも、ネクタイ会結構ね再生回数が多いような気がしますよね。昨日ほら西出さんから台本来て、拙い台本、簡単なね台本いただいて、最初つかみのトークあってもなくてもって書いてましたよね。それをね楽しみされてる既得な方いらっしゃるかもしれないじゃないですか。いいんですか省いちゃって。省いたら省いたでいいですし。そういう意味はあってもなくても、はい、やっぱりね世の中どうでもいいっていうものが大事なことがあるわけですよ世の中には。まあ僕のやっぱりつかみのトークのトレンドといえばやっぱハンナリーズなわけですよ。そうですね。今年 B リーグハンナリーズ熱い気持ちを持って応援したいと思ってるので、それが高じてですね今実はハンナリーズカラーのネクタイをちょっと作ろうとしてるんですよ。聞いてます。あそう。聞いてます。これ言うの初めてじゃないですか無事ネットワーク上では。ですので、ネクタイ今年のおすすめは浅黄色です。なんすかこれ。この感じ一本もないです。いやそうですね浅黄色ってないんですよ。でもそもそも浅黄色って今の気分にぴったりな色なんですよね。ちょっとニュアンスのある重要な色なんですよ。なのでぜひそのファッションとしてもハンナリーズサポーター応援する意味としてもしたいと思ってますので、皆さんぜひ同じネクタイをしてですねハンナリーズ応援したいなと。そんな感じでいいですかつかみ。そうですね。で今日ですよ、はい、ネクタイ、はい、どうしたらいいんですかこれ。いやネクタイねいつも紹介する商品がない時期にやってしまうっていうミスを犯してたところ、まあねうちの場合本数が限られてるもんね発注数。まあでも今日ね並んでるネクタイ非常にこう素敵なネクタイが多いなと。でもまだ入荷してないものもあるもんね。ちょっとだけ少しね、はい、まあ、コーディネートですよね、はい、を含めてご紹介していくっていう回ですよね、はい、じゃあ何から言ったらいいんですか。まず西さんやっぱり田野さんといえば、はい、ネイビージャケットだと思うんですよ。でもそういう意味で来てきたんじゃないですか今日は。今回はネイビージャケットで合わせるコーディネート、はい、色違いでグレーあとはグレージュっていう感じでジャケットは3から持ってきたので、はいはい、田野さんはそれに合わせて自由に V ゾーンを組んでいただくという。じゃあまず今着せたいわけですね。はいお願いします、はい、今回ね、はい、ちょっと変わってると思うんですけどね。え、いつもの絵面ですけど首の感じがねちょっと隙間なくなってるような気しません。いや十分ありますけどね。いやそんなことないよ。そんなことないですよ。いやそれ前回そういうのくだりあったよね、はい、なんかサイズがブカブカでみたいな。これ揃えてくれてたんですか。そうなんですよ。あマジっすか。でもまだちょっと空いてますけどね。ちょっとトルソーが良くないんですかね。まあ確かにねドレスを着せるような感じじゃないもんね。ちょっとね。でもねシャツのサイズってすごく大事なのでそれは気をつけていただいた方がいいと思います。空いてる方が楽なので選びがちな方が多いんですけど、ベストなものを選ばれた方がすぐ感じられると思うんですけど選ばれた方がいいと思います。ネクタイした時にベストなサイズを着ないとこうノットがこうクッと上がらないのでエレガントじゃなくなります。なのでシャツのサイズもやっぱり気をつけていただいた方がいいと思いますね。でこれカラーステー入ってますよね。入ってます。僕は個人的にはこのカラーステーですね、この中に入っているプラスチックのものは抜かれた方がいいんじゃないかなと思います。ちょっとこう微妙なこうニュアンスがこうクッとこう出た方がエレガントかなと個人的には思っているので、まあ、これでもお好みなのでどちらでも大丈夫です。でネクタイキュッと締めた時に、はい、たまにこう左右の襟がこうちょっとクッと重なってこうクロスしてるみたいな感じになるのを見かけることがあるんですけど、それはちょっとやっぱ大きいですよね。まあそうですね、そうなんですよね。スポーツ選手がやっぱ大好きなのでスポーツ選手がそのオフの時のスーツ姿とか移動の時のスーツ姿を見るとちょっと
おこがましいですけど、ちょっとアドバイスっていうか、もうちょっとこうなんとかならへんかなって。でバランスがね、どうしてもこうやっぱり職業柄特殊な方が多いので、そのスポーツに特化した体格されてますよね。合うシャツ探すの難しいのかもしれないので、まあ、一概にねそれダメですよと言いづらいんですけど、まあ、そこはねやっぱりちょっと気を使っていただくとより好感度って上がるじゃないですか。スポーツマンドレススタイル親善大使として、そんなあの大使で役割ありましたっけ気持ちはね。そうですね、まあ、なのでねかっこよくいてほしいなと。何の話ですか、いつもながら。行きましょう。そうですね、ジャケットスタイルっていうことなので、僕今日ネイビーのジャケットを着てきましたけど、今日の心がけてることを言うのも何なんですが、アメトラ風にしようと思って今日はしてきました。このストライプのネクタイとでこのグレンチェックのパンツで合わせてまして、でジャケットスラックスになるとちょっとカジュアル風にスーツよりはなるので、クラシッククラシックしすぎないものを選ぶように個人的には心がけてます。例えばストライプの配色とかピッチの幅とか、あの例えばペイズリーのこういう色っぽい感じのものとか艶っぽいものは僕はあんまり個人的には合わせないですね。ジャケパンスタイルの時は、ジャケパンスタイルの時にはこういうちょっとこうトラッドっぽいストライプだったりとか、ちょっと質感のあるウールだとかコットンがブレンドされてたりとかっていうようなネクタイを選ぶようにしています。スーツの時はその限りではない。そうですね、スーツの時はちょっと艶っぽいものは当然選びますし、ただ最近それもまああんまりね心がけなくてもいいような気もしますけど、僕の好みで言うとジャケットスタイルにはあまりこう艶っぽいものは選ばない時が多いかもしれないですね。まあジャケットにもよりますけど、今回このジャケットは非常にベーシックなプレーのネイビーのホップサックで2パッチポケットなので、あんまりこうツヤツヤしたものは選ばないですね。まあ、それを踏まえた上で、まあ、今回いいなと思ったのがやっぱりまずこの今年らしいこのブルー、こういうこうブルーグレーというかニュアンスカラーがすごいおすすめですし、最近ちょっとこう色を使うっていうのがやっぱりいいなと思うので、まあ、ブルーにブルー別に特にこう気をてらった合わせではないんですけど、まあ、こういう合わせをしていただいて、グレーだったりとかグレンチェックとかそういうパンツを合わせていただくっていうのがまあいいんじゃないかなと思います。これ普通すぎる？とりあえずじゃあ早速巻いていただいて、はい、ネクタイのどうやったらうまく結べますかってよく聞かれるんですけど、これ何度も動画で申し上げてると思うんですけど、これ慣れしかないんですよね。練習あるのみっていう、昔ね本当に何度もさせられましたし、させられたんですね。させられたというか、ちょっと待ってね、ちょっともう早速ミステリアね。ただこのノットを作るときにこう、ここ気をつけてますかね。ここ。ここってどこですか？ここですね。あまりこうぐちゃぐちゃならないように。上の方ですか？はい。ここをこうぐっとこう、はい、こう入れるようにしてますかね。こう。ここをこうぐっとこう、わかります？はいはいはい。で昔は僕らの時ってよくこう雑誌にこう結び方の図解が書いてあったのを、超難解なやつですよね。あれむちゃくちゃ難しいやん、うん、今はもうね YouTube とか動画であるので、全然その前よりはその情報結び方情報やすいと思うんですけど、こういう感じで結んでますかね。ちょっとでも長かったね体験が、まあ、なんでそのあたりはね、ミスる時ももちろんありますし、何回も結び直すこともありますね。一発で決まったら気持ちいいですよね。そうですね、ちょっと長いね。まあうちのネクタイでだいたい147とかそれぐらいで指定してるのかね、まあ、5から8ぐらいの間ぐらいですかね。ちょっと普通一般的なネクタイよりは長めですよね。で幅は8センチのものがほとんどですね。だいたい台肩と小肩を合わせていただいて、まあ、ベルトが隠れるぐらいがまあ基本だと思うんですけど、これもいろいろお好みがあるので、テクニックによってはこう台小肩をねこう長くしたりとか、こういう感じでしたりとかで、これイコールになってないのはちょっとこれ短いんですよね、まあ、身長とかでもありますよね。身長とかにもよるので、これはできればという感じでいいと思います。ちょっとフレッシャーズっぽいこうなる。でも爽やかでいいじゃないですかね。はい、こういうブルー系のトーンで合わせているので、まあ、今回シャツは白ですけど、まあ、ブルー系のシャツ合わされたりとか、ストライプのシャツ合わされてもいいと思いますね。ストライプのシャツ合わせるときは
まあ、このピッチがちょっとこう太めなので細いピッチのものを選ばれると柄と柄が喧嘩しないのでいいと思います。例えばちょっとアクセントをつけるにはね、やっぱりチーフね、チーフ必須ですよね。必須ですよ、もう、はい、チーフ。すいません、ちょっとネックサイズに気を取られすぎて。そういうとこやで。すいませんチーフなし、白無地だけない。あ、白無地だけない、はい。まあ、もちろん白のね無地、いつも申し上げているようにこう TV ホールドでこうスクエアに入れていただいてもいいですし、まあ、ちょっと物足らんなっていう時は、まあ、少し華やかにしたいなっていう時は、まあ、ちょっと柄物のねシルクとかをこう刺されてもいいと思いますんで、まあ、そういう合わせもいいんじゃないかなと思いますね。じゃあちょっと気を取り直して次の気を取り直してこの前サロットディグジーの商品説明会でこうパープルをおすすめしたいっていう岩佐が言ってたと思うんですけど、まあ、今回パープルをじゃあ柄を、最近のこのネクタイの傾向としてやっぱりその古文柄だったりとかちょっとヴィンテージ感のあるものっていうのはすごくこうそんなにものすごいトレンドっていうわけじゃないですけど傾向としてはありますね。でそれにこの紫パープルを刺したこのネクタイ素敵だと思います。ただ個人的にはスーツに合わせた方がいいような雰囲気はしますけど、まあパープル推しということでこれ結んでみたいと思います。なんか僕からすると多分ネイビーのベーシックなスーツにそのネクタイやと結構地味かなと思うので、はい、逆にジャケパンぐらいの方がいいんじゃないかなと思ったりするんですけど。あ、そう、はい。まあ、これにはやっぱりチーフがいりますねそうですねじゃあシャツブルーに変えましょうか。そうしましょうか。そうしましょう、はい、はい、シャツブルーに変えました。あれですよ、名のコントラストですよ。やったっけ。多分合ってると思いますトーンをこうコントラストをつけないっていうのが、まあ、サロットディグジの、まあ、コーディネートの一つのポイントなので、まあ、その通りになってるじゃないですか。しかもパープル、おすすめのパープル刺して、ね、完璧です。これにまあちょっとこう華やかなチーフとかあるとね、白無地とかねあるといいと思います。まあ、僕この合わせの時には、まあ、このネクタイだったら僕はちょっとスーツに合わすかなっていう気もするので、まあ、チャコールグレーのこうパンツに黒い靴とか履かれると全体のバランスいいんじゃないかなと思いますね。僕質問がありましてね、はい、ダブル結構押してるじゃないですか、はい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 、そのダブルの時ってネクタイを選ぶ基準って変わったりするんですか。いや、僕は変わらないですね。どっちかというと素材とか色とかですかね、うん、そうやね。ダブルの時、ダブルのスーツにストライプのネクタイをする時はちょっと合ってないかなっていう時はありますね。ストライプってまあ柄にもよるけどちょっとこうなんていうか制服っぽい感じのイメージがどうしてもあるじゃないですか。ブレザーならいいと思うんですけど、ダブルってやっぱりフォーマル度が上がるので、例えば無地だったりとかコモンだったりとかっていう方が合いやすいとは思うんですけど、今このご時世であんまり意識されなくてもいいんじゃないかなとは思いますね。まあ、田野さんも今ねダブルのジャケットにストライプのネクタイしてますもんね。まあ、これに関してはダブルの、まあ、シルバーボタンでパッチポケットなんで、テイストがブレザースポーツなんでむしろ合ってると思うんですけど、いわゆるその弊社がおすすめしているダブルの別注スーツとかってなると、ストライプでもレジメンタルストライプみたいな、ああいうテイストも合わせないですね。だからこういうのも合わせないと思います。田野さん個人としては、個人としてはでも合わせても僕はいいと思います。もちろんその TPO っていつも大事って申し上げてますけど、ドレススタイルにおいてはそれをまあ最低限守れば自由だと思ってるので、まあ、そこまで気になさらなくてもいいんじゃないかなと個人的には思いますね。むしろそれよりは色とか雰囲気とかっていうものの方が気にしますかね。話全く変わるんですけどね、はいはい、他になんかパッと合わせてこれ良さそうやなみたいなと軽く合わせてもらえませんか。僕は基本的にはこういう無地がやっぱり一番好きなので、無地のネクタイを合わせられるっていうのがいいと僕は思いますね。僕が勤めて前職で勤めていたやっぱシップスのスタイルっていうのはグレーのパンツにネイビーのジャケットを着てブルーのシャツにこういうブルーの、ね、ソリッドの、ね、ネクタイをするっていうのは、まあ、定番的な合わせでしたし、これに茶色の靴を履いたりとか、昔のシップススタイルじゃないかなと個人的には思ってるので、こういうのもいいと思いますし、例えばこういうブラウンとか刺されてると茶色の靴とか合わせやすいですよね。先の話の流れから言うと、こういうサテン地のネクタイは僕はあまり合わせないですけど、別に合わせていただいてもいいかなと
も思いますし、まあ、よく合わせそうというか、まあ、全然むしろ合わせやすい感じに見えますけどね。結局個人 の, 好き嫌いっていうのもやっぱりどうしてもあるじゃないですか。まあ、それはもちろんドレススタイルでもあると思うの で, これであくまでもね、田野博士のですもんね。あ、そうですね。何それ、なんか強調しすぎじゃない、大丈夫大丈夫大丈夫ですか。じゃあ続きまして、グレー、はい、グレーいきますんで、はい、これしかしエースですよね。めちゃくちゃいいですね。やっぱり西江さんもそう思います。思います。すごい生地よね、これフリングジャケットさんのゼニアの生地を使ったホロフェオのシリーズですね。この生地むちゃむちゃいいよね。まさにあのクールじゃないですか。なんかステッカー作ったらしいじゃないですか。そうなんですよ。ありがとうございます。わ、めちゃ可愛い。これいただいていいんですか、これ。はい、差し上げますし、はい、動画見たんでクールってあの店頭のスタッフに言っていただければ数に限りはありますけど、はい、お渡ししますんで。マジっすか、はい、いりますこれ。せやな。万が一いらっしゃればいらっしゃればね、はい、このクールっていう、はい、でこの合わせね、はい、これもあるじゃないですか。名の名のやったっけ、名のコントラストじゃないですか。もう忘れてるじゃないですか。ネクタイはアットバンヌッチ、僕たちが大好きなブルーグレーとグレーのトーンを合わせてコーディネートしています。やっぱりグレーとブルー、これはねもう相性としては抜群ですよね。そうですね、まあ、鉄板の合わせですので、まあ、これに関しておすすめこれがいいっていうのはないんですけど、この色のトーンですね、ブルーグレーとこのグレーのトーンを合わせたっていうところがこのネクタイを選んだ理由ですね。なんかこうね、以前だと結構ネクタイでこのパワー系というかポジティブな感じのイメージを出すような色合い結構あったと思うんですけど、あんまりコントラストついてないっていうのもすごく整って見えていいですね。まあ、最近の傾向としてはもうそれが特徴的ですよね。まあ、昔はそのパワーネクタイとしてこう黄色とか、まあ、ゴールド系とかワイン系の勝負の時にするネクタイと言われてましたけど、あんまり最近それはしないですよね。こういうこうちょっと落ち着いたトーンものを合わせられると優しいというか品のいい感じに移りますんで、あのぜひおすすめですかね。でほんのりやっぱりアットバンヌッチなので色っぽさみたいなのも感じますし、この生地すごくツヤっぽいので、まあ、弊社のコンセプトにもぴったりだと思うんで。このバリエーションをつけるとしたらどんな感じのネクタイがおすすめですか。ネクタイですか、はい、そうですね、僕はやはりこの数年ずっとやっぱモノトーンモノトーンっていう流れからちょっとこうニュアンスカラーに動いてはいるものの、やっぱり弊社としてはモノトーンっていうのは外せないと思いますので、やっぱブラック系のネクタイをされるといいと思いますけど、その時はやっぱりシャツを白だとかこういうグレー系の薄いグレー系のあのシャツを着ていただいて、こういうブラックのベースのネクタイをされたりとかで、同じ色のトーンで合わせられるんだったらこういうグレー系のネクタイですよね、もう素敵だと思いますし、こういう感じで合わせられるとまあいいんじゃないかなと思いますね、はい。それに無地とかつけるんですか。あ、全然いいと思いますよ。まあ、僕ならばブルー系しますけどね。あと最近のその目のコントラストっていう流れだけじゃなくて、個人的にはジャケットの色とネクタイの色を合わせるのは非常に好きなので、グレーのジャケットにグレーのネクタイとかされるのも全然僕はいいと思いますね。じゃあ次のグレージュいきましょうか。グレージュ、はい、はい。じゃあグレージュ、これも目のコントラスト、このグレージュの上品な色にベースのグレーネクタイですね。でちょっとこうベージュのストライプが入っていて、差し色にちょっとワインが入ってるっていう、全体的にトーンをこう抑えた感じに仕上げたコーディネートです。トレンドはっていう話になりましたけど、今何がトレンドかというと、やっぱちょっとこう古文系とかヴィンテージ調とかっていうのもあると思うんですけど、そういうネクタイってすごくこうおしゃれだなと思う一方で、女子受けするのかなみたいなところはやっぱりありまして、弊社としてはちょっとこうツヤっぽいネクタイを選ぶようにはしてますね。その以前そのフランネル調のタッチのものに拷問ネクタイっていうのが定番でしたけど、今は逆に、まあ、僕は全然問題ないと思いますね。例えばまあこういう無地のトーンを合わせて、これも目のコントラストですけど、ウールのネクタイを合わせるっていうのが今までのまあパターンだったと思うんですけど、もちろんこの合わせはこの合わせとして全然問題なくて、同じようなトーンのウールのパンツに例えばスウェードの靴を履かれるとかっていうのも僕はいいと思いますし、こういうちょっとツヤっぽいものに表側の靴を合わせられるっていうのもいいと思いますし、その辺は自由にミックスしていただいていいのかなと思ってますね。まあ、そういえばこのマリーノのネクタイで思い出しましたけど、マリーノってナポリの名門でありながら、このストライプの向きが逆なんですよね。まあ、そうですね。
イタリアでは珍しいよね、そうですね、この向き。アメリカンスタイルというか。アメリカンスタイルですね。だいたいイタリアのネクタイって、まあ、バッシもそうですし、アットバンヌッチもそうですし、こっち向きなんですよね。こっち向き。右下がりっていうんですかね。右下がり。で、マリーノは左下がりですね。で、これ、アメリカのネクタイはこっち寄りですよね。そうですね。で、イギリスはこっち寄り。でも、イタリアももちろんこっち寄りっていうことですね。代理店の人に聞くと、マリーノさんの先代のお父さんに当たるのかな。その時になんかアメリカ向けのネクタイを作ってたらしいですよね、マリーノが。で、それで今の息子フランチェスコがなんか若い時にアメリカに修行に行ってたのかな。なので彼にとってみるとこのスタイルっていうのがストライプの定番なんだそうですね。で、この前星場さんがおっしゃられてましたけど、例えばアメリカの人に会う時にこっち向きのネクタイをした方がアメリカ人はやっぱりこう嬉しいんちゃいますかっていう話をされてたんで、僕も経験あるんですけど、お取引してる銀行さんの営業の方がうちのネクタイしてたんですよ。それうちのネクタイですよねって言ったら、あのセールで買わせていただきましたって若い銀行員さんが言って、で今日あの来られるんでしてきましたと。めちゃくちゃ感じいいやんこの人みたいな。そうですね、そうなるよね、はい、単純やん人って。そうですね、めちゃくちゃええ人やなと思ってっていうのがあったんですよね。やっぱりそのもちろん自由ではありますけど、やっぱ相手に敬意を払うとか相手のことを思うっていう意味では、そういうのもネクタイはありだと思いますね。まあ、やっぱりリスペクトするっていうのがすごく素敵かなと思いますので。例えば他にバリエーションとして、はい、そうですね、やっぱりそのこういう華やかな柄っていいですよね。花柄、まあ、ブラウンとグレージュ合わせてちょっとピンクっぽい、グレーの入ったピンクっぽいのも入ってますし、こういうものをこう合わせられても素敵なんじゃないかなと。なんか色気があるような感じですね。まあ、そうですね、あの弊社はやっぱ色っぽい、艶っぽいっていうのをやっぱりどっかほんのり刺したいなっていうのは思うので、こういうネクタイを合わされても素敵なんじゃないかなと思いますし、先ほど言ったようにこういう、ね、無地を合わされてもいいんじゃないかなと思いますね。モノトーンのネクタイとかはどうなんですか。あ、いいと思います。できたら僕はちょっとこうウールっぽい、こういう艶っぽい黒は合わせないですけど、あ、こういうのと合わすかな、こうちょうどいいんじゃないですか。ブラックにブラウンが刺してあるのとか、これに黒い靴を履かれるとかすごく素敵だと思いますけどね。チャコールグレーとか黒っぽいパンツを履かれるというのもいいと思います。 V ゾーンのみならずパンツとか靴とかの、まあ、マッチングも重要だと。やっぱりあのトータルなん で僕ってあんまり派手な合わせしないと思うんですよね。ですからやっぱ全体でベターに合わせるのが好きなんで、今日もグリーンのね、グリーンと紺のストライプのネクタイしてますけど、グリーンのチーフしてますし、今日このソックス履こうかなと思ったんですけど、まあ、あえてグリーンにしてきましたし、まあ、絶対トータルでなんか合わせるようにはしてますね、はい。まあ、これで参考にしていただけるのか、ネクタイに対するテンション上がっていただけるのかちょっとよく分かんないですけど、ぜひあの弊社、ネクタイ見に来ていただきたいですし、多分年末ぐらいには浅黄色のネクタイが並んでると思いますので、あの店頭でお待ちしておりますのでよろしくお願いします。